はい、皆さんこんにちは、さやです。今日はちょっとね、数は少ないんですけれども、キャンドゥさんの購入品を紹介していこうと思います。ではまずですね、ご紹介していくのがこちら、はい、ランドリーネットの L サイズになります。でこれね、この間キャンドゥのね購入品でもご紹介したシリーズのものをね今回買ってきてみました。なんかね、これシリーズの名前はないのかな、ランドリーネット L って書いてあるんですけれども、このね、鬼滅っぽいやつね、これの L サイズ買ってきましたね。で、ちょっとね、開けてみましょう。で、うちで使ってるランドリーネットのね、ファスナーが一つね、もう、この間使ったらね、壊れちゃって、はい。こんな感じで L サイズってこれめちゃくちゃ大きくて、このね縦が50センチで横がね35センチあるんですよ。で最近のね100均のネット大きくなってきたんですよね。そうで、このね L サイズうちでねすごい高リピートしててめちゃくちゃ使ってるんですけど、このねファスナーがこのなんていうの脇にね、こう入って、よいしょ。もうね、最後まで締めると、こんな感じでね、入って、洗濯中にね、ファスナーがこう開いたりしませんみたいな感じのネットなんですよ。で、これ結構ね、使いやすくって、私はこのタイプをね、使ってます。で、このね、こういう形のね、ネットが私はすごい好きなんですけど、いろんな、なんていうの、ドラム型だったりとか、あともうちょっとちっちゃいタイプとか、もういろいろ出ているので、このね、100均のネットはね、選びようがいっぱいで楽しくってね、好きなんです。で、柄もいっぱいあるのでね、はい、こちらのネットを一つ購入してきてますね。続いて買ってきたのがこちら。皆さんこれご存知ですかね、布巾洗い洗剤というもので、まあ、気になる匂いを抑えるハーブオイル配合だそうです。まあ、布巾とか、この調理器具などにって書いてあるんですけれども、私はこれね、布巾をね、洗うのに使おうかなと思います。で、こんな感じでね、布巾、まな板、包丁、食器、鍋、まあ、何でも使えますみたいな感じですね、調理器具とか。そう。で、ちょっとね、これ、白くなるんじゃないかなと思って買ってきてみました。で、135g あって、結構重いんですよ。で、布巾を洗うだけならなかなかなくならないんじゃないかなと思って、今回はこちらのね、固形タイプの布巾洗い石鹸を一つ購入してみました。はい。で、続いてご紹介するのがこちら。ステンレスのソープディッシュになってます。はい。こんな感じでね、すごくね、ちっちゃくって、シンプルな感じになってますね。そう。で、置くとね、こういう感じで、下がね、ここが浮いて、水はけがいいですよっていう感じのものですね。で、はい、こんな感じでね、この石鹸を置こうと思って買ってきてみました。で、かけるタイプではなくって、こちら置くタイプのね、ソープディッシュになってます。そう。なので、まあ、こんな感じでね、なんていうの?洗面所のところにね、置いたりとか、するのにいいのかなと思うんですけど、今回はね、こちらをうちのね、台所のところにね、置いて、こんな感じで使おうかなと思います。はい。じゃあですね。で、続いてご紹介するのが、こちら。皆さん、これはね、新しいタイプの雲かなと思って買いました。超吸収スポンジ。ね。超吸収スポンジということで、抜群の吸収力で水滴をすっきり拭き取るっていうことでね、このシンクのところの水滴だったり、洗面台のね、ところだったり、あとお風呂場とかの水滴をね、取ってくれるみたいです。はい。まあ、カビや水垢の防止にっていうことですね。こんな感じのね、吸水スポンジクモという商品ですね。はい。これはね、ちょっと開けられるかな。
開け口が見当たりませんね。よいしょ。はい、開けてみると、よいしょ、こういう感じのね、二重になってますね。これはちょっと、よいしょ、はい、こんな感じでね、雲のスポンジになってます。で、あの普通のね、洗うスポンジと違って、あのイメージ、触ったイメージはあれです、あの車の洗車した後に拭く時の吸水タオル、あれみたいな感じですね。それの分厚いバージョンの雲バージョンみたいな感じで、私が言ったキャンドゥさんはこちら、このカラーしかねなかったので、こちらを購入してきました。はい、こちらもね、いろいろ使い勝手が良さそうな商品だったと思います。こちらのクモちゃんですね。続いてご紹介するのがですね、こちらのお休みタイプのシェイプソックスで、こちら L サイズになってます。 M サイズと L サイズがありました。で、カラーもこのピンクと、あとこの紫の2パターンのねカラー展開がありましたね。で、約65センチ丈ということで、こちら220円の商品になってました。で、これ加圧ソックスみたいな感じなのかなと思って買ってきたんですよ。お休みに、はい、シェイプソックスなので、加圧ソックス、こうなんかむくみ取りのソックス売ってますよね。なんかそれみたいな感じなのかなと思って今回買ってきましたね。そうで、ちょっとこれをね、今日ちょっとね試したくて、今急遽ね、カメラ回したんですけども、よいしょ、はい、こんな感じでね、はい、結構長いですね。65センチって結構長いですね。びっくりしましたここまで長いと思わなかった。はい、こんな感じで、で、つま先部分はね、こういう、なんていうの、ない感じ、こんな感じでね。で、今からちょっと冬にかけてね、寒くなってきたりとかするので、まあストーブとかも消して寝るのでね、少しこういうのを履いて、ちょっとね足を細くできるのならと思ってね、また懲りずに買ってきましたよ。はい、こちらですね。これもね、最近入ったあれな、ね、商品なのかなと思います。はい、こちらを1点ですね、買ってますね。はい、で、続いてご紹介するのがこちら。これはね、だいぶ前からある商品かなと思います。シール収納ファイルですね。はい、20ポケットついてるものになります。水彩ということでね、私これの、ブルーバージョンのやつを今使ってるんですけれども、もうね、入れるところがいっぱいいっぱいになってしまって、後ろと前で裏表でね、シールを入れて使ってるような状態だったので、一つね新しいのを追加で買ってきました。で、ここね、強く引っ張ると取れるんですよね。はい、こういう感じのね、ポケットがついてます。はい、で、私はこうめくって使うのに、こっち側と、あとこっち側、両方見えるような感じでシールを入れてるので、20ポケットなので、これに40枚ね、シールを収納してるような感じになってますね。はい。で、可愛いし、で、この、なんていうの？表紙の部分が硬いんですよ。だから、シールがこうぐちゃっとならないで収納ができるので、変にいろいろこうなんていうの、収納ファイルを作ったりとかそういうことはしないで、もう専用のね、このシールが台紙ごと入るっていう、この専用のシールファイルを私は使ってますね。はい、で、フレークシールはね、私ズボロなので、以前ねご紹介した収納の仕方でね、フレックシールはしまっています。はい、はい、で、続いてご紹介するのがこちら、フェイクレザートレイになってますね。15センチ×15センチということで、これね、2種類カラーがねあったんですけれども、今回はですね、こちらのちょっと薄い
感じのねベージュのカラーを購入してきました。でね、すごいおしゃれだと思いませんか、これ。もうでこのね、止めるとトレイになるってやつなんですよ。うん、ね、これはね、編み物をするときに、こう、その、ハサミとか、マーカーとか、そういうのをね、ちょっとしまいながらやっていきたいなと思って、これを購入してみま、見たんですよ。よいしょ。はい、折りたたむとね、こんな感じのトレイになってくれます。うん、で、なんていうの？プラスチックのトレイとかもいっぱいあるんですけれども、それだと、こう置いたりとかするときに、こうカシャカシャってなっちゃったりするんですね。で、それがね、ちょっと私気になったりとかしてて、そうならないようなものをね、探してたんですね。うん、で、これね、ちなみに、編み物で使ってるハサミ、ちっちゃいハサミなんですけど、こう、ちょっとポンって置いただけでも、カチャっていう音がしないのがすごくね、いいなと思って、こちらね、今回ね、買ってみました。で、こういうね、マーカーとか、こういうのも、こう置いたりとかしても、全然、こうカチャ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 音が鳴らないトレイを探していたのでね、こちら、ラッキーと思って、買ってきました。はい。これね、シンプルで、おしゃれでいいかなと思います。こちらね、ちょっとおすすめかな。はい。こちらのトレイですね。はい。で、続いてご紹介するのが、こちら、マスキングテープですね。これね、猫 A って書いてあって、15ミリ幅の8メートルですね。なんかね、ちぎれやすい紙タイプって書いてあったんですよ。マスキングテープって紙タイプじゃないのかな？他のも。ちょっとね、不思議だなと思って買ってみました。はい。こんな感じでね。で、キャンドゥさんのこういうマスキングテープって、セリアさんで売られてるのとはまたちょっとね、柄が変わったりとかしてて、すごいね、可愛いのがあったりするんですよ。こんな感じでね。ちょっと伸ばしてみましょうか。はい、こんな感じの。すごいね、可愛い柄だと思いました。今まで私こういうの買ったことないんじゃないかなと思う柄ですね。はい。で、手でちぎりやすいって書いてあったんですけど、まあ、なんかでも他のマスキングテープとあまり変わらないような気がするのは私だけかな。はい。こちらのね、猫ちゃんのマスキングテープですね。はい。こちらを一つと、あと、続いてはですね、こちら、ドラえもんのね、ダブルクリップがありました。中サイズで25ミリということで、コピー用紙がね、約70枚挟めますっていうものですね。ドラえもんちゃん、かわいいですよね。で、3つ入ってるものですね。はい。こんな感じでね。後ろと前にドラえもんちゃんがね、いてくれます。はい。で、最近ね、このクリップ、ダブルクリップ、結構いろんなキャラクターで発売されてるかなと思うんですけれども、このドラえもんちゃんはね、セリアさんとかにはないので、多分、見たことがないので、購入してきました。はい。こちらのドラえもんのね、ダブルクリップ、かわいいですね。はい。で、続いてご紹介していくのが、今ね、すごく話題になっている新商品が発売されてたんですけれども、ちょっとで、ね、行くのが遅かったみたいで、全部ね、揃っていたわけではなかったので、あったのをね、購入してきたのでご紹介していこうと思います。まずはですね、こちら、コアラのマーチのマスキングテープになります。はい。じゃあですね、かわいいですよね、コアラのマーチ。で、こちらですね、25ミリ幅になってますね。2.5 センチ幅の長さが4メートルになっています。はい。で、伸ばしたところは後でね、ご紹介していこうと思いますので、まずはですね、こちら、ジャンコードの方、ご紹介していきます。はい。こちらと、続いてご紹介するのがですね、こちらのフレークシールになります。コアラのマーチのフレークシールですね。30枚入っています。
で10柄が各3枚ということで、はい、こちらですね。で、あのコアラのマーチのフレークシートも コアラのマーチなんですよ、正直これね。だけど顔がね、お顔とこの仕草がね違うんですね。でこっちがいちご味で、こっちがノーマルチョコみたいな感じの柄になってました。はい、でこちらですね、はい、出したのがこちらになります。でこっちがマスキングテープの方ですね。はい、でこれで一巻きみたいな感じになってるんですけど、まあ可愛いですよね、こんな感じのファラのマーチですね。でフレークシールの方がこちらですね。お顔がね、あの全部違うので、まあ各3枚ずつっていう感じで入ってました。でこちらのフレークシールはマスキングテープ素材ではなくって、普通のね、あの紙のシールになってます。はい、でこう表面がツルツルしてる感じのねフレークシールになってました。こんな感じです。はい、で一つ一つはちょっと大きめかなっていう感じですかね。はい、で続いてですね、ご紹介するのがこちらの立体ステッカーですね。はい、これもね可愛い、全部コアラのマーチ全部コアラの、まあそうですよね、コアラのマーチシリーズなのでね。はい、こんな感じでね、コアラのマーチの立体ステッカーですね。はい、可愛い、こんな感じでね、これもねお顔がねこう描かれてる模様が違いますもんね。可愛いですよね。はい、でこちらはイチゴがね少し少なめみたいな感じ、基本的にはノーマルコアラが多い感じですね。でちょっとねこう立体なのでぷくぷくしてる感じです。はい、でノートとかに貼るとちょっとね、あの支障が大きたすタイプのシールになってますね。なのでね、あの何かこうメモとかね、お手がちょっとしたお手紙とかね、そういうのに貼ると可愛いかなと思います。はい、こちらのシールですね。で続いてご紹介するのがこちら、スタンドジッパーバッグですね、3枚入りで、これは食品が OK のものになってます。で他にね、ジッパーバッグあるんですけど、そちらがもう売り切れていて、ちょっとね違うキャンドゥさんに走ろうかなと思ったんですけど、何せ遠いのでちょっと諦めてこちらだけ購入してきました。でこちらですね、縦が 13.5cm、 横が 12cm で、間違が 5.5cm あるものになっています。でこんな感じでね、まあ3枚入りで1枚1枚はね結構分厚めな感じになってます。よいしょ、ちょっとあれちょっと開かないな、ここ、はい、うん、ちょっときつめですね、私が好きなタイプ。はい、で、マチはね、下の方に、よいしょ。はい、下の方にね、ここに 5.5 センチのマチがついてますね。はい。こんな感じで。で、結構ね、開口部分は大きいですね。久しぶりにここまで大きい、開口部分が大きいね、ジッパーバッグかなと思います。はい。で、ここ途中がね、こう、キュッとくぼまってるのでね、もう可愛い、コアラのマーチの形してる、すごく可愛いと思います。で引き続きね、またキャンドゥさんに行った時にこのシリーズでまた再入荷してるものがあれば購入してこようかなと思います。はい、で続いてですね、ご紹介するのがこちら、はい、冷凍保存用のお肉分別シールというものがあったので購入してきました。水気に強く貼って剥がせる素材ということでね、普通のこういうなんていうの、フリーザーバッグとかに貼って見分けができるようなね感じです。でひき肉のと豚のシールで豚ひき肉ですよっていうような感じ、こんな感じでね、
鳥とか豚、牛ちゃんがいて、下にはこういうね、ひき肉、バラ、ささみ、胸もも、切り落とし、コマっていうシールが貼ってあります。で、こんな感じでね、使うみたいです。はい、かわいいと思って買いましたね。こちらもね、初めて見たので購入してきました。ね、こんな感じで。なんか、合いびき肉には2つ動物を貼ると20丸みたいな、こういうのね。ひき肉のシールと、牛と豚。で、これは豚ひきでしょ。もうこんな感じで、鶏ももとかね。もう貼ってあげるといいみたいです。はい。かわいいですね。牛豚鶏シール30枚。吹き出しシールが30枚ついています。で、これをね、貼ると、まあ、ラベル記入の手間がいらないっていうことだったので、買ってみました。で、何よりもね、すごいこう、可愛いですよね。でも、ちょっとね、これを見ながらね、お肉を仕分けするのがね、ちょっと可哀想になってくる。可愛すぎて、豚とか鶏。はい。こちらをね、使って、お肉の仕分けに便利そうだなと思って買ってきました。ぜひぜひですね、使ってみてください。はい。はい。本日のキャンズさんでの購入品は以上になります。何かね、参考になるものがあったら嬉しいなと思います。今日も楽しかったよって思ってくれた方は、ぜひぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。コメントの方もぜひぜひ残してもらえれば嬉しいです。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。